エーリンゲン・リンゲは、ドイツ・ビュルテンベルク州北東部、ハイルブロンの東約 25km に位置する都市。ホーエンローエ軍最大の都市であり、周辺地域の中級中心都市である。1994年7月1日、当時ホーエンローエ軍唯一の大規模軍都市となった。プフェーデル・バッハ及び、ツバイフリンゲンと共に、行政共同体を形成している。エリンゲンは、 シュバーベン・フラン県の森の北、方園ーへ平野を流れる小川、オールン川が形成した渓谷に位置している。この小川は、オールンベルク区でコッハー川に注ぐ。以下の市町村がエーリンゲンに隣接する。北から時計回りに、フォルヒテンベルク、ツバイフリンゲン、ノイエンシュタイン、バルデンブルク、プフェーデルバッハ、ランゲンブレタッハ、ハルトハウゼンアムコッハーである。エリンゲンの地域は、 中核部とバウマーレンバッハ、ビュッテルブロン、カペル、エッカーツバイラー、ミヒエルバッハームバルト、メクリンゲン、オールンベルク、シュベルブロン、フェアレンベルクの各区から構成されている。これらの宿は、1970年代の合併までは、独立した町村であった。これらの宿は、バウエルバッハを除き、バーデンビュールテンベルク州の制度では、同時にそれぞれが、自治区の役割を持っており、 区議会を有し、区長がこれを統括する。区議会の議員は、各市区の選挙権を有する住民の選挙によって選出される。名前を挙げた、市区の他に、固有の名前を持つ、小さな集落や居住区もあるが、それらの境界は、しばしば明確ではなく、ごくわずかな人数が住んでいるものもある。エーリンゲンは、ハイルブロンを上級中心都市とする。 ハイルブロンフランケン地域連合で、中級中心都市の役割を担っている。エーリンゲンが管轄する市町村は、エーリンゲン近郊、いずれも方ローエ軍に属すブレッツフェルト、ノイエンシュタイン、プフェーベルバッハ、バルデンブルク、ツバイフリンゲンである。エーリンゲンの気候グラフエーリンゲンが、歴史上初めて重要な位置を占めたのは、ローマ時代。 リーメスの二つの城塞が築かれた155年頃である。ここには約1000人の兵が配備されていた。軍事的にも経済的にも重要なこの村は皇帝エマルクス・アウレリウスの名にちなみビクス・アレリアーナスと名付けられた。259年から260年のゲルマン人の攻撃はリーメスを陥落させ、最終的にローマのエーリンゲンを没落させることとなった。 その800年後にエーリンゲンはアリング王として歴史に再び登場する。1037年のエーリンゲン・キシ朝にその名が現れる。その後、この村はオーンガンと呼ばれ、1472年からアリングンと記されるようになった。キシ朝は B 社アリング王の教区教会にレーゲンスブルク司教ゲップハルトの聖堂参事会が創設されたことを記している。 1240年頃入植者地域が市に編入された。1253年のエーリンが明け次は市の所領関係の細目を記している。エーリンゲンの辞書はレーゲンスブルク市教から法円老へ家へ移された。その後2世紀の間に法円老へ家は領主権を拡大していった。1253年から1806年までエーリンゲンは 方園老エ家の支配下にあった。方園老エ家が統治する17都市のうち、エーリンゲンは、最大にして最重要な都市であった。方園老エ家のほか、ベルリヒンゲン家やゲムミンゲン家が小集落の土地や、領主権を持っていた。さらに何人かの都市貴族も、この地域に影響力を持っていた。1525年のドイツ農民戦争では、エーリンゲンも暴動に巻き込まれた。 アウクスブルクの和議後、領主たちは、その支配地域で教会の改革を命じた。エイリンゲンもその一つであった。1556年に、宗教団体の改革が行われた。宗教本部の財産は教会、または、神学校で利用するものに制限された。その管理を領主が引き取ることは、事実上、聖堂三次会の消失を意味しているも同じであった。 30年戦争では、この町は何度も略奪され、占領された。1677年のエ林リンゲン宮殿を川切りに建設工事が次々に行われた。1681年に牧師館が拡張。1683年に旧社が建設された。1714年には、城館内の改築が行われ、これと、 並行して1712年から1717 17年にフリードリヒスルーエー城の小動物園の建設も行われている。1743年には劇場建設も行われた。18世紀末にはルートビヒフリードリヒカール港によりカールスブフォアスタットと呼ばれる郊外都市も建設された。1806年にエーリンゲンはビュルテンベルク王国に編入された。 最初はクレースジッツという扱いであったが、1809年にはオーバーアームトの所在地となった。1850年にシュベービッシュ春への道路が幹線道として整備され、1862年にはエーリンゲンに鉄道が開通した。エーリンゲン軍はオーバーアームとエーリンゲンを起源として創設された。この軍は1973年に 軍の再編が行われるまで存続し、この年に、キュンツェルスワウ軍と合併して、方園牢へ軍を形成した。これによりエイリンゲンは、軍庁所在地としての機能を失ったが、新たな周辺地域を合併して、軍内最大の都市となった。エイリンゲンの人口は、1993年に2万人を超えた。これを受けて、市当局は大規模軍都市への昇格を申請した。 バーデンビュルテンベルク州の自治省はこれを受理し、1994年7月1日に発行した。1993年、エーリンゲンでバーデンビュルテンベルク州の郷土祭が開催された。2003年に、エーリンゲンは市の750年祭を祝った。2006年、エーリンゲンフリードリヒスルーへは、FIFA ワールドカップ2006の公式宿泊地に指定され、 オーストラリア代表チームがプレマッチキャンプを行った。以下に各区の概要を列記する。人口は2005年6月30日現在の数値である。各時点での市域内の人口を示す。数値は国勢調査または各時点における行政当局の統計担当部署の公式発表数値による。国勢調査結果元来、この市の筆頭者は 領主の指名する主張であった。14世紀にバーガーマイスターという名称が使われるようになった。12名の判事がこれをサポートした。後には大官の支配下にある12名の貨幣中造者がこれに加わった。これらにより領主は死の運営に影響力を残していた。ビュルテンベルクへの遺憾後はシュターチルトハイスという名称が用いられたが、 これも後にバーガーマイスターの名称に改められた。1994年7月1日に、エイリンゲンは大規模軍都市となり、これに伴い市の代表者は上級市長となった。上級市長は、8年ごとに選挙権を有する市民の選挙によって選出され、市議会の議長をも務める。第二次世界大戦後の市長を呼び、上級市長を列記する。 エーリンゲンの市議会は36議席からなる。エーリンゲン市の紋章は、斜めに赤字と銀字に二分割。それと交差するように斜めに鍵が置かれ、それぞれの字色と逆の色で塗られている。鍵の刃は、上部左に描かれている。死の旗は、赤と白である。鍵は、エーリンゲン三次会協会の守護聖人である、聖ペテロの持ち物である。 14世紀の印象には、成人の全身像がげられていた。16世紀になると、新しい印象に、鍵の図案が用いられるようになった。両図案は1954年まで並立してあった。この年から、鍵の図案のみを用いることが定められた。赤と白の色は、何、世紀にもわたりこの年に居城を構えた、宝炎牢へ家の色である。 ミヒエル・バッハ・ームバルトクとフェアレンベルク区は、ビュルテンベルク・ウンターラント地方、リンデルベルク大地区に属する、ワイン町である。S4 の、エーリンゲン・カペル駅と、列車、エーリンゲンには、連邦アウトバーンエ6号ザールブリュッケン、バイトハウス線のエーリンゲンインターチェンジがあり、ドイツの、遠距離道路網に直接アクセスできる。さらに多くの修道や軍道が市内を走っている。 方園路へ鉄道には、エーリンゲン駅がある。2005年12月中旬から、ハイルブロン及びカールスルー駅のトラムトレイン S4 が開通した。また、ハイルブロン方ハル近郊交通の多くのバス路線が、利用できる。ローカル新聞、ハイルブロンアーシュティンメ社の新聞方ーネーロアツアイトング、アリングンが、エーリンゲンで発行されている。エーリンゲンには、 シュトゥットガルト上級地方裁判所、ハイルブロン地方裁判所管区に属する区裁判所がある。また、市中心部近くに交渉人役場や税務所がある。このほかホーエ法ローエ軍の艦長がエーリンゲンに支局を置いている。エーリンゲンには一般教養のギムナジウム、実業学校、養護学校をはじめ多くの学校がある。休場館と、 三次会協会中世風のマルクと広場はこの都市の中心である。その周辺にはこの街を象徴する建造物である上官がある。現在はラートハウスになっている。その近くには1570年頃ヨハンフォン、トラールバッハによって建造されたプロテスタントの三次会協会聖ーペーター、聖パウル教会がある。この教会には ホーエンローへのイエンシュタイン博ルートビヒカジミールの墓がある。三次会教会の地下聖堂には、1037年にエーリンゲンに聖堂三次会を創設したアーデルハイト・フォン・メッツの墓がある。この地下聖堂は、この他に、ンローへ家の墓所にもなっている。この他のプロテスタント教会としては、聖安な、聖リーザベトセリオ教会、聖安な墓地教会がある。 カトリック教会では、1960年から61年に、建造された西洋ゼフ教会がある。市の中核部にある、この他の見どころは、1792年建造の、上野門、ハムバレの泉、旧教区監督の館、ローマ皇帝の旧ゲストハウス、黄色いおぎ宮廷薬局とカールスフォアスタット。宮廷庭園は、市内の公園となっている。 各区にも、以下の境界がある。バウマーレンバッハ、ウンターゼルバッハ、ミヒエルバッハムバルト、メクリンゲン、オーバーオールン。ありがとうございます。